オイギンス・リケルメは、チリの軍人で、政治家。南アメリカ各国をスペインから独立させるために、活躍した。日本の歴史書などでは、ベルナルド・オヒギンス、ベルナルド・オイヒンスなどと表記されることもある。アイルランド系チリ人、バスク系チリ人。チリで流通しているジューペソ紙幣に肖像が、使用されている。ベルナルド・オイギンスは、当時は、 スペイン帝国ペルー副王領の一部であったチジャンに生まれた。父であるアンブローシオ・オイギンスはアイルランドスライゴ県出身のスペイン政府管理で母は現地の女性でチジャンでも評判の美人であった。スペイン政府はアメリカ州で上級官僚と現地住民との結婚を禁じていたが、ベルナルドの生誕時にアンブローシオはまだ下級の分子間に過ぎず、 ベルナルドの母と結婚しなかった理由は不明である。父から離れ、父からの送金によりベルナルドは母の実家で育てられた。父、アンブローシオがペルー副王になるとロンドンへ留学。彼はここで南アメリカ独立の機運を知り、南アメリカ独立を目指した結社ロヒアラウタロに入会した。1814年、チリ南部を代表してチリ独立戦争に加わるが、 スペイン軍に鎮圧された。ベルナルドはアンデス山脈を越えリオデラプラタへと亡命した。1817年、ホセデサンマルティンのアンデス軍に参加し、翌1818 18年再びアンデスを越えてチリへ侵入。アンデス軍はチャカブコの戦いとマイブーの戦いでスペイン軍に勝利し、チリの独立を不動のものとした。サンマルティンによりチリ元首に指名され、 1818 18年2月12日にチリの独立を宣言した。指導者としてのオイギンスは軍士官学校を設立し、現在のチリの国旗を制定するなどした。しかし、彼の自由主義的な政治姿勢は、チリの保守的な地主階級から反発を受け、1823年1月28日の保守派のクーデターにより失脚する。オイギンスはペルーに亡命し、 1842年にペリューのリマで隠しした。小惑星オヒギンズは、オイギンスの名前にちなんで命名された。オヒギンズイコール 1964VD イコール 1976SO2 イコール 2019GS30MPC2021 年9月26日、閲覧。ありがとうございます。